スコットやってください。ムサバラ君、写真撮ろうって言ってます。もしよろしければ、写真を見たいという、いただける方、声かけください。集合いたします。もうそろそろね出て皆さんに会いに来ますので ね1600年の昔からなんと現代にタイムスリップしてきました。でね、そのタイムスリップしてきたところを町の職員に発見されて関ヶ原町の PR のお仕事をするようになったんだって。ねえ、いつも関ヶ原町のことをねたくさん教えてくれるムサマルくんですよ。今も昔も関ヶ原がとっても大好きなムサマルくんです。そしてかわいいねムサマルくん、そしてねムサマルくんのお花、今マネージャーさんがこうツンツンしてくれてるけど、そう今ねマネージャーさんがしてくれてるようにお花を撫でてあげてください。なんでかというと、ムサマルくんのお花は関ヶ原のパワースポットなんですよ。ねえ、すごいね。ね、だからこの後ね、ムサマルくんがみんなのところにも遊びに行くので、ぜひムサマルくんのお花をなでなでしてあげてくださいね。いいことが起こるかもしれません。ムサマルくんの好きな食べ物を知ってる人いますか？はい。あ、ムサくんいっぱいいるよ。教えてください。せーの。嬉しいね、ムシャくんやった。唐揚げとか。そうなんです。ムシャマルくんは唐揚げが大好きなんです。もう食べてくれた人いますか？あ、ありがとうございます。どうでしたか？美味しかった。ありがとうございます。今日はムシャマルくんの大好きな唐揚げを唐揚げを弁当で、あそこのあっちの階段の下のところで売っていますので、もしまだの人はムシャマルくんが全部食べちゃわない、食べちゃう前に食べちゃう前にもしよかったら買ってみて食べてみてください。お願いします。ムシャマルくん実はじゃん、来週の土曜日2月の18日はお誕生日なんです。 ありがとうございます。みんなも拍手してくれてる。それでお誕生日会をしたいと思います。場所は関ヶ原町のふれあいセンターの2階というところでやります。ここにいるみなもちゃんとかげんちゃんとかもお友達もたくさん遊びに来てくれますし、三重県からはゴーちゃんも遊びに来てくれます。皆さんももしよかったらおそばを打ったりじゃんけん大会をしたりいろいろと遊ぶことができますので、もしよかったら関ヶ原町まで遊びに来てください。むしゃまるくん、それからマネージャー、1,2,3,4,5,6,7,5 までいるんですけど、みんな、皆さんが遊びに来てくれることを楽しみに待ってます。いいですかね。じゃあお姉さんありがとうございます。はい。